ピンポン。遅刻。あ、先生はお前や。すみません、遅刻しちゃいました。なんで遅刻したのか聞いてください。面倒、聞いてくれないと泣きます。脅し文句が斬新。しゃあないな。なんで遅刻したんや。だってお前が起こしてくれないからだろ。しばき倒すぞ。このように世間では面白い遅刻の理由があると巷で話題に。こいついつも話題になってんな。これが遅刻理由リストです。はあ、あかりちゃん読んで。はい。まあええけど。何ドアが開かなくて必死に押してたら引き戸でした。うちは回転扉ですけどね。どこで対抗しとんねん。次、3歩進んで2歩下がるを繰り返してました。私は1歩進んで2歩下がりますけどね。下がってんじゃねえか。進め。次、今日瞬足履いてこなかったので。ああ、私はちゃんと履いてますよ。瞬足履いてんのかよ。あれ、これたわしだわ。どこをどうすれば間違えられんだボケ。整いました。急に整うなバカタレ。瞬足とかけまして、はい、生物と解きます。その心は。どちらも足が速いでしょう。とりあえずその顔が腹立つ。